こうワールドカップ前は批判的なことも多かったですし、盛り上がりに欠けるかなみたいなこと言われてたんですけど、はい、帰ってこられて、そうですね、行く前はかなり寂しい感じだったんですけど、空港もにもそこまでいなくて、だ帰ってきたらもうすごいブラボーとたくさんの人に言われて、はい、すごく嬉しいです。ありがとうございます。応援ありがとうございました。遠藤さんは一昨日ですかね、はい、ようやく日本に帰られて。そうですね、まあ、僕は空港一人家族で帰って出迎えなかったんでちょっと寂しかったんですけど、まあ、でもそのメディアとちょっと 出たりする中でやはりその日本すごく盛り上がったんだなっていうのを結構実感できましたね、はい、やっぱりワールドカップの中でモンスターと言われる選手になるぐらいになると、うん、何がこう感覚的にピッチでは違う感じ方、そのミーニングなんでしょうけど、いや何が、まあ、まず圧倒的な自信を持ってるところと、まあ、かかってこいよという感じですね。そのぐらい余裕があるところと、まあ何といってもやっぱりスピードですね。これは圧倒的な違いがあるなと感じてます。決勝戦見てましたけど衝撃受けました。これまでの人生の中で一番こう心打たれたといいますか、衝撃を受けた試合だったかなと僕の中でも思います。遠藤さんは決勝はご覧になられましたか？見てましたね、はい。ただその PK 戦見れなくて、ちょうど空港に向かっている途中でずっと見てて、延長終わった瞬間にちょうど空港着いちゃって、でチェックインしなきゃいけなくてPK 戦一番いいところ見れないっていうでもその空港にいる人たちが結構携帯でこうやって PK 戦見てるのを見て、こうちょっとこう覗きながらチェックインするっていう、はい、そんな感じでした。エムさんはモンスターっていうと今回のワールドカップでこの選手すごかったな、なんかあったりしてますか？そうですね、まあ、メッシはもちろんすごかったですけど、対戦相手でいうとやっぱクロアチア そのコバチッチ選手とか、やっぱり彼のなんかすごいバランスの取れた、プレースタイルはすごく、僕も好きになったというか、やっぱり守備もしっかりできるし、たまに戦えて、そのボールを持った時の前の推進力だったりと なんかそこら辺はすごい中盤に今 その中盤の選手として欠かせないものを持ってる選手だなと思いましたね。遠藤さんのデュエルの方をこの選手に渡してやりたいっていうのがあれば、おめっちゃ上からやんなこれ読めよ、これ読んだ方がいいぞってやつ見てくださいってことは。なるほどね、誰だろうな、田中碧かななるほど。その心は、いやだってあいつのそのプレースタイルで僕のデュエルを身につけたら相当いい選手だと思うんで、はい、なるほど、はい、デュエルを、いや渡したいというか、やっぱりすごい感動したというか心打たれたのは、まあ、もちろんみんな戦ってるしすごい後輩たち頑張ってるなと感動したんですけど、スペイン戦で僕、まあ、前半で出てて後半から三笘薫が出たんですけど、ウイングバックで出てて、普段のまあ彼のポジションはもう少し前のもっと攻撃的なポジションなんですけど、彼が本当に魂こもった守備をしてたんですよ、うん、本当にスライディングしてシュートを止めたりとか、もう泥臭くやってる姿に本当に心打たれて、強えなあいつと思いながら、うん、まあ、海外行っていろんな強さを身につけ、メンタル的な強さ、あとはこのデュエルのね強さを彼は身につけて成長してこのワールドカップの舞台に来たんだなというのは一つ感動したシーンでした、はい。どうありつかな、うん、その心はなんか可愛いし、僕と似てるところが多いなと、その考え方もすごい似てるなと、で彼もやっぱり強気な発言をして自分をそこに持っていくと、自分を追い込んでですね、プレッシャーをかけて高めていくと、高みを目指していくっていう部分はすごい僕も似てるなと
というふうに感じるんで、まあ、彼がこれで、ね、あの結果を出して、で今後また一番より一層厳しくなると思うんですよ。世界からの見られ方がもう期待されて、あのワールドカップで活躍した堂安律だと見られるんで、より一層強くなって、はい、飛躍してほしいなという気持ちも込めて、はい、律に渡したいなと思います。冨安です。冨安なるほど。あの、ね、彼結構あのガラスなんですよね。僕の中ではまあ可愛いんですけど、なんかこう結構分かりやすいんで、やっぱり彼はで、あのルーティーンとか結構持ってるし、自分の中 でちょっとやっぱ怪我が多いとそのルーティーンを結構変えようとしたりとか、一時期あの怪我して何か変えなきゃっつって、あの車変えちゃうぐらいなんで。それはおもろい。そうそう、まあ、まあそのメンタルっていうところで言うと、結構そのポジティブなことは言うんですけど、まあ、ゆずさんが言うようにそれがこう本当に言ってるのか、本心で言ってるのか、冨安君みたいな時が結構多いんで、ぜひね、この本を読んで、ちょっとメンタルをもうちょっと、はい、強くしてほしいなと思います。はい、キャプテン、はい、キャプテンって興味あるのかなと。いや、あんま多分メディアに出てないかもしれないですけど、めちゃめちゃ僕はキャプテン心あると思ってて、すごいなんか見たいなというふうにちょっと思ったから、どうなのかな。まあ、興味あるかないかで言ったらもちろんありますね。今までの自分のキャリアでもキャプテン務めることはすごく多かったんで、まあ、でもいつも言ってるんですけど、やっぱキャプテンっていうのは自分がこうなりたいと思ってなれるわけではなくて、やっぱり周りの選手だったり監督から本当にこう信頼されている選手が選ばれてやるべきなのかなというふうに思ってるんで、まあ、もちろんそれが自分であればそんなに光栄なことはないし、まあ、チャレンジしたいなというふうには思うんで、はい、そんな感じですね。まあ、今後どうされます今後結構多分みんな気になってるところではあると思って、まあ今はね、ワールドカップ、まあ、終わったばっかりなんで、もちろん、まあ、ちょっとね時間が経って少し考え方なり変わったのかなとか思ったりはしてるんですけど、いや正直この4年にもう全てかけてきたから、まあ、このワールドカップ終わってからもうサッカーのことはもう切り離して、もう全く考えないようにしてるんだけど、あの決勝のアルゼンチンの、まあ、あのフランスとアルゼンチンの試合を見て、本当に衝撃を受けて自分自身ちょっとエネルギーをもらってしまって、もうツイートもしてましたもんね。そうちょっとね、いやもう考えたくもないけど、まだすごいエネルギーはもらったっていうのは今言えるから、ただ今後のことはまだ全く決めてない、もう少し時間をかけて、もう少しちょっと、はいはい、もう自分が走りたいなと思うまで、一旦休もうと思ってるから、はい、だからちょっとまだ時間未定です。はい、わかりました、はい、まずはね、しっかり休んでもらって、はい、そうだね。本当に感動したワールドカップを本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。たくさん聞きたいことがありすぎるんですけれども、ただこうやって長友選手を目の前にすると、はい、どうしても全力のブラボーをいただきたいなと。全力のブラボー試合後のブラボーはマイク近すぎてだいぶの熱量音声入ってるんで、ちょっとマイク遠めでいいですか。いきますね、ブラボー。ありがとうございました。これからの課題というか、まあ、PK 戦が今後になると思うんですけども、何か秘策とかそういうのございますか。まあ、PK はかなりやっぱ、ね、メンタル大事なんで、やっぱりこの長友さんの本を読んでもらうといいのかなというふうには、はい、思います。気が使えるね。ほんまにすごいね。まあ、あとはまあちゃんとPK 練習はしないとっていうのは戦術もあると思うんで、はい、真面目なことを言うと、はい、そういう感じです。はい、
今回ワールドカップでっていうか、うん、選手の中で、うん、もしサイン欲しいっていう選手いましたか。ああ、そういうこと。面白い。面白いね。サインが欲しいっていう選手。選手からサインってもらったことないんだけど、でも唯一やっぱりもらいたいなと思うのは今ね、やっぱメッシ。メッシだね。ごめんね、もう王道だけど。いや本当にちょっとすごすぎない、あのメッシの。キャリアは、うん、いやすごい、全てものにしたよ、うん、ワールドカップも。いやあれはちょっともうあの人間ではないね神様、うん、いや本当のモンスターですね、全てにおいて。これデュエルとメンタルのモンスターで、メッシさんにはサインをもらいたいなと。ここどっかで伝わらないかな、メディア通して。メッシから送られてきたらちょっともう本当興奮するな。確かに、うん。